今回ですね、ドラゴンゲートの大田区大会の試合結果の答え合わせの方をね、やっていこうかなと思いますね。はい、まあ、今回のオタク大会はいろいろと動きましたね、やっぱり。やっぱ大田区大会で動きやすいのかなっていう感じですよね。まず第1試合、西条藤井ウィリーマック対影ドラマリア UT 組と。で、予想としては11分11秒、ウィリーが、ビッグタンプで UT から取ると予想したんですが、7分55秒、ウィリーがビッグタンプでマリアから取ったということですよね。まあ、マリアもね、最後善戦したんですが、最後最後で詰めが甘かったということですよね。はい。続いて第2試合、ジェイソン、石田、ヒョウ、吉岡対ガンマ、シャチ、問題で、ミノウラ。まあ、まあ、若手組対、まあ、無所属連合軍的な感じですかね。はい。で、まあ、14分12秒、石田がタイガースープレックスでミノウラから取ると予想したんですが、6分22秒、石田がタイガースープレックスでシャチから取ったと。まあ、やっぱりこれはね、石田がね、取らなければいけないみたいな感じ、僕の中にはあったんでね。まあ、よかったですね。はい。で、次で第3試合、スペシャルシングルマッチ、カイ対高木。まあ、高木はこれが、大田区が、まあ、ビッグマッチとしては、最後の、ドラゴンゲート所属での最後の試合、ということですから、まあ、結構ファンもね、結構開始早々盛り上がってましたから、もう一気に。ねえ、どっちが勝つんや、っていうのもあったんですけど、なんかね、高木のこのね、勇士というか、なんかね、ファンの皆さんは最後からっていう感じの見方をしてたところはありますよね。まあ、15分21秒、高木がパンピングボンバーで甲斐から取ると予想したんですが、12分15秒、甲斐がガンノスケクラッチかな？で、高木が取ったということですよね。まあ、まさかの丸め込み決着と、このバチバチした戦いが最後かね。まあ、なんかそれはそれで面白かったんですけど。で、その後ですよ。その後に、なんと、ハルクが来まして、原と高木ラストマ、ドラゴンゲート所属ラストマッチが、高木対ハルクでやろうぜと。1-1で最後締めようやと。いうことをハルクが言いまして、決定しました。で、その後に博多大会も、博多大会をそれで決定と。高木対ハルクのもう戦いで決定と。で、後楽園では高木ハルクタッグで、なんと、ねえ、まあ、後で出てくる新ユニット RED の二重、エータと X と戦うということが決定しましたね。いやー、これはね、X をまた誰なのかっていうのもあるんですけど、まあ、高木とハルクがタッグを組むと。ねえ、これはすごいいいですよね。やっぱでも最後この二人で1-1戦うっていうのがまたいいですよね。やっぱり高木らしい終わり方というか、なんかそんな気はしますね。なんですごい、いいですね。楽しみですね。高木遥くのシングルっていうのはね。はい。そして、第4試合、KG 進む堀口パンチ富永ヤッシー対清水弁慶神田吉田 X となっておなっている、まあ、イルミネーションマッチですよね。はい。そして、そのね、まずは、新ユニット名ということですよね。まあ、アンチアスから変わる名前が RED ということで、リアルエクストリームディフュージョンという名前で、略して、RED という名前ですね。まあ、イメージからはおそらく赤と黒なのかなーなんて思います。のチームということで、ちょっと意味はごめんなさい。よくわからないんですけど。そして、その X の新メンバーですね。は、なんとカズマ坂本ですね。カズマ坂本が来たと。で、僕正直出てきた時に知らなかったんですよ。誰か。勝間坂本っていう選手。どんな選手か分かってなくて。で、まあ入ってきて。で、まあマスクみたいなのしてて、それ取った時に一瞬堀口かなと思ったんですけど、いや、体格が違うなと思って。なんで勝間坂本やっていうふうに改めてエータに言われて、で、ちょっと拝見というか知らなかったので、まあちょっと調べたら結構いろんなね、団体に回って暴れ回っている選手やと。ね、WWE のね、一軍ですか？にまで上り詰めた男だということなので、まあ、それなりに結果も実績もあると。で、今フリーなんで結構自由に戦っていくということで、多分、まあ、定期的に参戦はしてくれるであろう選手ですよね。カズマ坂本はね。はい。なのでね、この選手が加わって、でね、見た感じ、試合見ててね、どんな選手か分かってなかったんですけど、まあ、パワーの選手なんやっていうのがね、改めて分かりましたね。はい。まず最初に僕が12分11秒、まあ、カズマ坂本がね、何かしらでヤッシーから取ると予想したんですが、堀口がバックスライドで吉田から取ったと。で、その次にですね、13分15秒、パンチがパンチクラッチで神田から取ると予想したんですが、清水が砲丸投げするまでヤッシーを落としまして、で、続いて堀口がバックスライドで吉田から取るというふうに予想したんですが、清水が砲丸投げするまで堀口から取ると。
で、まあ、次にですね、弁慶が弁慶ボムで堀口から取ると予想したら、KG がエルボースマッシュで神田から取ったということですよね。で、次に進むがね、ジャンボの勝ちで弁慶から取ると予想したんですが、パンチがオーバーザトップロープで、清水から取ったということですよね。まあまあ、ここまでは結構順当な感じでお互いに人数を削り合ってきましたね。で、次ですね、まあ、清水が砲丸投げスラムでパンチから取ると予想したんですが、カズマが、パッケージパイルドライバーでパンチが取ったと。すごい技ですね、あれね。はい。びっくりしましたね。で、その次にですね、その前に弁慶が進むをね、スピアで取ると予想したんですが、まあ、弁慶がスピアでスピンが取ったと。いうことですよね。その、で、最後、清水が砲丸投げスラムで KG から取ると予想したんですが、弁慶が弁慶ボムで KG から取って、RED が2人残りということですよね。まだね、カズマはもっと見たいですね。まだ全然出してない、引き出してないもの、多分、あると思うんで、やっぱ12択マッチだとどうしてもね、このスポットライトが当たるのが少なくなりますからね、人数多い分。なんでね、もっともっと見たいですね。後楽園でもね、試合の出場が決まっているのでね、そちらの方もすごい楽しみですけどね。はい。で、まあ結局 RED が勝って、まあナチュラルバイブスとこの RED の戦いっていうのはものすごいこうまたね、こうパチパチすることになりましたね。はい。なんでね、清水はパンチのことをあんなに付け狙ってるのかちょっと僕はわからないですね。ね、もうちょっと違うやつね、進むとか言ったらええのにとか思うんですけどね、KG とか、その辺に行ったらええのに、なぜパンチなんだっていうのがちょっと僕は一個疑問に思いましたね。本当にただの弱い者いじめにしか見えなかったのでね。はい。続いて第5試合、エータ対キッド。まあ、16分11秒、エータがヌメノウロでキッドから取ると予想手段ですが、13分34秒、キッドがウルトラウラカンラナでエータから取ったと。いや、これは、衝撃でしたね。有刺鉄線ボードをね、持ちてきて、キットにぶつけると思いきや、まさかの自爆するということですよね。はい。で、まあ、試合もね、終始、エータが、まあ、乱入だったりとか、いろいろしたりしてたんですが、最後は、まあ、そのさっき言った有刺鉄線からのウルトラウラカンラナで3つと。いうことですよね。なんで結局、エータはブレイブ持って何がしたかったのかいまいちわからない感じで終わっちゃいましたね。で、まあ、キッドが取ったんでね。でもね、もしかしたらまた再戦、まあ、エータのリマッチ、まあ、あるかもしれないですよね。もしかしたらね。まあ、すぐにはっていうのは多分ないとは思うんですけど、まあ、近いうちに、あるかもしれないですね。はい。で、第6試合、ヤマト、ハルク、対、望月、シュン、まあ、ツインゲートですね。23分58秒、ヤマトがギャラリアでシュンから取るという予想したんですが、21分32秒、ハルクがファーストフラッシュでシュンから取ったと。いや、これは普通にすごかったですね。シュンがとにかくすごい。いやー、もう、びっくりしました。あんなにシュンでき、ね、やれるんやっていうか、この二人に、ね、食いつきていけるんやと。いうのがね、すごい驚きましたね。一瞬、シュンもね、ジョーカーに飛ぶときに、ちょっと足滑らかしたのか、何かしたのか、ちょっと危なって思ったシーンがあったんですけど、まあ、それをもう勢いだけで飛んでいきましたからね。うわ、やべえな。なんでね、これで、ね、シュンがまあ、これで一気に、まあ、ドンと上がってきたわけじゃないですか。ね、この1ヶ月ぐらいで。なんで、これもう本当にね、同期の、まあ、吉岡、ヒョウもうかうかしてられませんし、まあ、弁慶もね、それこそね、ちょっとうかうかしてられないんじゃないかっていうのはありますよね。もう、弁慶とシュンやったらね、他のまあ同期とか、同期4人の中で弁慶が圧倒的にズバ抜け取ったっていうのが、まあ、シュンがもうめきめきと頭角を現してきてるんでね、それはなくなってきたんじゃないかっていうぐらいね、こう、どん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 進めてきてるんで、シュンが。なんで弁慶もちょっと油断してるとスッとシュンに抜かれてしまうこともありますからね。はい。ね、なんでね、これシュンも頑張ってほしいですね。そして続いて第7試合、ヨッシーの対土井のドリームゲート王座と。まあ、27分22秒、土井がマスキュラボムでヨッシーのから取るというふうに予想したんですが、28分50秒、ヨッシーのがソウルナシエンテ変えて土井から取ったと。まあ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 と。で、土井がなんか技を新技持ってくるよっていうこと言ってて、なんやろうなと思ってて。で、試合の序盤土井は珍しく結構腕攻めしてて、俺、あんまりするイメージないんやけどなとか思ったりとか。してたんですが、なんと、土井が掟破りのソウルナシエンテを発動、吉野に対してね。びっくりしましたね。いや、まさかこれっていうのがね。これは驚きました。で、あと、岩佐の、技も何回か出してましたし、ね。なんで、土井結構、これすごいなと思って。
で、吉野に決めたんですけど、あと一歩というところで吉野がまあローブブレイクして、最後は吉野のそれなしにて回で土井から取ったと。いやーまあでも、正直土井に取ってほしいって言いましたけど、まあ、まあ夢は見させてもらったかなっていう感じにはありますよね。はい。ねえ、まあ、ね、すごいいい試合でしたしね、この二人の試合っていうのは。で、まあ最後吉野が勝って、その後にですね、吉野が勝った後に、まあドリームゲートとかいろいろやって、RED が乱入してきましたね。で、まあ、なんでこんないい試合をめちゃくちゃにすんねんと思ってね。まあ、台無しにして、で、清水から、なんとドリームゲート挑戦者が、おるということで、誰やと思ったらなんと弁慶。弁慶の挑戦が決定しました。そして、吉野対弁慶のドリームゲート王座が、大阪で決定しましたね。大阪府立第一体育館の方で、決定となりました。いやー、これねー、すごい早いですね。弁慶、なんとついに、ついにビッグマッチのメインを任されるようになったと。弁慶ね。まあ、吉野とはいえ、これはすごい楽しみっちゃ楽しみですよね。なんでね、さっきのセミファイナルで、シュンが一気にドーンって爆上がりしまして、え、これシュン、これほんとすごいなって思ってたんですけどね。まさかのビッグマッチで挑戦するということなんでね。この試合次第やと、もう、一気に弁慶トップ戦線食い込みとかありえますからね。一挙にドンと。ね、今でも十分もう、はい。できつつあるのにね、これ本当に KG とかもうかうか知られませんよね、こうなってくる。なんでこれちょっとね、すごい、まあ、楽しみにまだなりましたね、11月。まあ、1ヶ月ちょっとですかね、11月4日でありますんで。これもまた、すごいなと、思いますね。はい。なんでまあ、今回の大田区では、ベルトが動いたのは一つということですね。で、それ以外にもまあ、高木春久が決定したりとか、まあ、ね、新ユニット名が決定したりだったりとか、RED 発足したりとか、まあね、カズマ坂本が参戦決定だったりとか、まあ、弁慶ドリーム挑戦とかね、いろいろありましたね、今回の大会は。なんで次に繋がるんかなと思いますね。まあもう言うて後楽園がもう一週間後ぐらいにはすぐ当たるんでね、これもすごい、どうなっていくんやろうっていう展開の楽しみの一つですね。はい、ということで、まあ、今回はこの辺で終わります。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あと、リクエストコメントとか他にもね、予想のコメントだったりとか、X のね、新たに第3弾 X 持ってくるんでね、予想とか、まあ、他にもね、あったらよろしくお願いします。ということで、今回はこの辺で終わります。